こんにちは南スペインはアンダルシア地方の白い村に住んでいるイクコです今回はロンダからコルドバコルドバからロンダの鉄道の地獄の見方そして切符の購入の仕方についてご紹介したいと思います。まずは検索窓に「レンフェ」とご記入ください。 でこちらになりますこれをクリックしてくださいで上に行きますと「ビエンベニード」これはスペイン語ですウェルカムがえ英語ですえスペイン語でご説明したいと思いますスクロール下にしていただきますとここが出てきますオラリオス・イ・プレシオスですこちらをクリックしてください そうしますとこちらになりますこちらはですねコルドバは出てくるんですがロンダは出てきませんですのでこちらをクリックしてくださいこちらは全ての鉄駅の名前が出てくるというものですまずは日にちを入れます例えば24日9月で2019年ですねでまずはコルドバからを見ます コルドバーからロンダ。C はこちらです。これずっと下に行くと、コルドバーがあります。そしてロンダ。R をクリックしていただきますと、ここ出てきます。ロンダ。そうしますと、コルドバーからロンダ。え火曜日ですね。24日、9月です。 こちらディア・アンテスこれを押しますと前の日月曜日23日が出てきますデスペースは次に行きますなのでまた24日に戻ります例えば25日を見たければデスペースですでこちらですけれどもこちらはまずコルドバからロンダですけれどもこれをクリックするとロンダからコルドバと逆転します で、コルドバからロンダですけれども、これを見ていただきますと、1、2、3、4、5本、行き方があります。まずはこちら、これですね、でえー、列車の番号を押すと、出てきます。えー、こういうものです。コルドバから列車ですね、アウェイです。 でそこからロンドン駅のローカル線に乗るというものです。実際行くともう少し細かく出ています、えー。コルドバが9時出発ですね。あ、9時2分です。すみません。でアンテケーラ、えー、2つ駅で到着します。そしてこちらですね。えー、10時9時55分着ですけども10時5分まで発車しないというローカル線。 ですがあ実はここからグラナダからアンテケーラというのはここはバスになっています、えー。鉄道がですね、ここは工事をずっとしていまして、まだです。ですので、えー、9時55分着というよりも10時5分発ですね。で、ロンダ、11時7分に着です。もしもコルテスということになりますと、その先11時42分着、ここがコルテス駅です。 えー、次はですね、アルタリア。これは特急列車です。これはマドリッドから来るもので、えー、コルドバが10時38分、そしてロンダが12時20分着というものです。そして、えー、こちら3ロケ、アルヘシラスの方に行きます。こちら3ロケからタクシーに乗ると、ジブラルタの方に10分ぐらい15分ぐらいで行きます。 で次はまた阿部とローカル線です。このようになっています、えー。コルテスもこの先にあります。ここですね。でこれがまこれはですね、えー、特急列車とローカル線ですね。 各駅停車の特急はセビリアから来るのですね。セビリアから来て、コルドバでアンテケーラ。これはマラセビリアからマラガに行く特急列車ですね。で乗り換えでアンテケーラ。で、エローカル線。で、ロンダがここですね。で、コルテスがここです。 で次がマドリッドから来る特急列車です。コルドバが、えー、5時8分発、6時57分ロンダ着です。で、これを、えー、こ購入する場合はこちらになります。これですと37.50ユーロですね。で こちらですと26が出ました。少し値段が安いですね。で、こちらは37ですね。で、これは24。こちらが、えー。この値段ということです。で、こちらが、えー、どれぐらいの時間がかかるかというものです。では！ こちら、10時39分、20、12時20分というのに、これにしてみます。買い物かご、これをクリックします。別ウィンドウで、こういうのが出てきます。ここは日日ですね。9月24日。で、こちらが大人何人か、人数ですね。こちらは子供、13歳まで何人か。 でこちらはですね、4歳行かないまでですね。えー、席がいらないというもんですね。0歳でも席がいる場合はこちらになります。そしてこれですね。でこちらに出てきます。コルドバからロンダ。えー 全部出てきますねではこちらを選んでみたいと思いますそうするとえー、トゥーリスタでフレキシブルしかもうないですねメサっていうのもありますけれどもあのー、フレキシブルえプレフレンテもフレキシブルでこうなってますね もう一つちょっと見てみます。こちら、こちらフレキシブルしかないですねえ。プロモーションがある場合があるので、えこちらになりますと、日にちとかえ変更、こちらがキャンセルですね。キャンセルの場合は5%、変更の場合は 手数料はいらないというものです、えー。プロモというのがあるんですけれども、そちらになりますと、あ、こういうもんですね。あの変更が効かなかったりするんですけども、安かったりします。例えばこれいきます。これですと、これは2つ付いてますので、こうですね。 なぜか分からないですけどプロモの方が高いです。プロモプラスっていう方があのフレキシブルがあるんですが。ですのであの日にちによっていろいろ出ますのでこういうのを見てみてください。例えばこれどうかしようこれですとこうですね。では。 これ,が一番これが一番手ごろなんですかね。これでやってみたいと思います。で、これでセレクションなこれを選ぶというものです。そうするとこういう画面が出てきます。右側にあります料金、それから1人ですね、大人1人で料金が出てきて、いだというのは片道です。 で、コルドバからロンダ。で、13時40分発、16時10分着というものですね。で、ここに、下の名前です。で、こちらが、名字。そして、E メールアドレスを入れます。 こここちらはパスポーートですすねでここにナンバーを入れますそしてここが日本の電話番号でしたら81えそして電話番号を入れる0を最初の0を抜いて入れるというものですねそしてお支払いの方ですけれどもペイパルの場合はこちら押して を記入していただいて、これを押してこちらをクリックすると、PayPal の画面が出てきますので、お支払いになります。クレジットカードの場合はこちらですね。ここも入れて、電話番号入れて、こちらを押すと、支払い、お支払い、クレジット番号を入れる画面になります。そして、お支払いでチケットが。 発見されるでプリントアウトですねあるいはえ携帯に入れるという形になりますではこれ逆を見てみますロンダからコルドバですそうしますと例えばこちらで少し出てきますね 例えばこちらを選んでみたいと思います10時9分発というのですねえこちらでコンプラこれですねそうしますとこのようにですねプロモというのが出てきますで26.45ですねこのように 値段が違いますプロモですと、えー、変更キャンセルは効かないというものですで、こちらプロプラスになりますと変更するのが20%キャンセルが30%手数料がかかるフレキシブルの場合は変更は手数料いらないですけれどもキャンセルは5% いうもんですね、これがトゥーリスタ。で、もう一つプリファランテっていうのがありますので、こちらになりますと、こういう金額が出てきます。こちらの方が、えー、席がですね、えー、2人掛けと1人掛けっていう、1列があの3人になってますので、広いですね。でこ、こちらを選ぶ場合は、セレクショナー。 これを押していただきますと、購入する先、名前を入れるところですね、が出てきます。で、こちらを入れ、えー、っとですね、こちらの名前を入れて、で、お支払いの方、そしてこちら、コンプラール、これ入れると、クレジットか、番号かを入れる画面が出てきます。 ということでこれがコルダバ・ロンダロンダ・コルドバの鉄道の時刻のみ方そして購入方法になりますえこの動画がお役に立ちましたらよろしければいいねボタン押していただければ嬉しいですまたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画で お会いしましょうアディオーズ。